決まりました。名持ちはこの辺に。この寒色系なんかも普通に締めたらかっこよさそうかな。これもなんかボルドーの折りがかっこいいね、すごい。これでもこれもかっこいいかもしれないね。これもあえていいですね。グリーンです、ね。グリーン系の。グリーンにグレーみたいな。名持ち3つやっちゃおうかな。そしたら1,2,3,4,5,6,7,8。あ、これでちょうど10だ。でもこれでいいね。ソリッドは大丈夫ですか？ソリッドブラック。じゃああとはじゃあこれやめて、こん中だとどれがいい？それかこっちやめて、こう今日のソフトウェアとかもしれないですね。そうだね。今日アニメちょっとクラシックすぎる。グレーブルーとグレーグリーンってなんか系統が一緒だね。なんかああ。これだとちょっとグレーが明るいもんね。そうですね。そうだね。こっちの方がいいのかな。それかあえてこれだけにしといて、ソリッドのブラックとなんかもう一色なんかシルバーやるとか。そうですね。ソリッドあればちょっと見てみたいですね。そうだね。でもこれもまあ一回じゃあこれはもう二色しとこう。で、これいい。これもいい。いい。これも。で、ソリッド2色、無地、完全な無地、これ無地を、はい。ソリッドのブラックと、サテンの方がいいの？それとも、なんか、やっぱこういうツイルになった方がいいのか？サテンだと結構ツヤっぽい。はい。ツイル。じゃあ、それ出してもらうか、これやめるわ、じゃあ。黒系が、ストライプを合わせて3つあって、で、柄物が、色物で2つ。で、グレンプレイドと、ストライプが2つ。で、あとここに無地がある。俺の選択肢って無地でしょ。選ぼうか。はい。それでいいね。ちょっと武藤さんがいない隙に、個人的にめちゃめちゃかっこいいなって思うネクタイがあるので、ちょっと勝手に言っちゃうと怒られるかな。いや、気づかない。気づかない。気づかない。気づかないのもダメだけど。ないですか。ちょっと個人的にこれもかっこいいなと思って、ちょっと勝手に打っちゃいました。あ、いいよ。いいですか。かっこいいかなと思ったの。あ、本当ですか。でもここにパープルがあったから、そ、はい、うかなと思ったんだけど、これかっこいいよね。いいですよね。うん。ちょっとすぎますね。小林俊ピックアップって。はい、小林俊のセレクションでお願いします。パープル。サテンってことですか。ああ本来のサテンっていうのはこれぐらいの光沢なんですけど、うん、ちょっと抑えた感じです。だからもうちょっとツヤ感のないものとかって、あのもうピカピカしてない。はい。抑えてあるのは、うん、あこれなんですか。ああ、こっちが光っててこっちは少し抑えてるんだ。そうです。これはどう？これぐらいのバランスも良さそうですけど、この光りすぎず。うんそうするとこの辺はちょっと光りすぎってことだよね。みんな黒なんですけど、ちょっとグレーの色が多少混じってるんで、メラジ調に見えてる。これもいいかもね。これが抑えた。それが抑えた。抑えた色素織っていう、もうサテンの組織なんで。あんまり光沢がないようなネクタイですね。これサテン地の抑えた感じ。はい。
なんであんまりギラギラしてないような。それが最初に合わせたんですか。オランザに出したの剣帽子。剣帽子、剣帽子っていうのは何なんですか。剣帽トップシップって、まあ、シルク本来だとこう光沢があるんですけど、はい、剣帽子っていうのはまたさらにこう、なんですか、糸を寄り合わせた、はい、で、紡績し直した糸があって、どちらかというとシルク本来の夜の光沢っていうよりかは毛羽が出てるという。うん、これ、それがこれですか。それがこれが、はあ、この剣帽子。へえ、ちょっとメランジっぽくなってるんですね。ブラックなんですけど、ちょっとグレーのとも言えるような色味になってます。いいです、素材感があって。あ、そうすると、まあ、この2つがね、良さそうな。セリタイストはそうですね。これはまあ、その剣棒トップの黒っていうのと、これも普通の磨きの黒です。磨き、あ、普通のシル。あ、普通のシル。全然違いますね。あ、光沢が全然違いますね。例えば、無地2色にしても、例えば、黒はじゃあこっちにして、例えばなんか色物はこっちにするっていう手もあるよね。ソリッドのボルドーはかっこいいかなと思います。そしたらでもこっちよりこっちの方がいいんじゃない、はい、ボルドーです。ちょっとメランジっぽくて、ちょっとブラック感も混ざったような色味なので、うんうん、そしたらこれはまあ決めとこうか。こっちにはない色だしね。あとは黒、シュン君が1個打ってから1個増えたんだね。黒どうするじゃん。どっちにする。こっちがいいか、それかこっちの、こっちの黒でいっちゃうか。こっちで、じゃあこっちに回ってるような感じ。じゃあ、オナブさん、黒はこっち。はい、で、この組織で。じゃあ、これ、別注品で、これ。はい、1、2、無地2色。ブラック系のジャガードがあって、ストライプがあって、ドットがあって、で、柄物、はい、ネイビー系のハウンドトゥースがあって、グレンプレイドに、ダウン落ちの3色。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、ちょうど10色のラインナップ。うん、これ予想はね。じゃあこれでいこうか。はい。じゃあ、お花さん、これでお願いします。はい、あと、それは真珠は何なんですか。このネッタの真珠っていうのはもう何種類かあって、はい、まあ一応表地と合わせてから種類を変えてるんですけど、はい、まあ本来のそのナロー体の表地に合わせて4種類ぐらい用意してるんですけど、そのこれは逆にあれですか、うん、僕らがこれっていうよりは、あのもうネクタイのプロの方にこれだったらこれが一番いいよねって、まあ、ね、お任せしちゃった方がいいですよね、はい、変なの選んでね、なんか合わなくてふかふかしちゃったらよくないし。そうです、まあ今締めてもらってるぐらいの、うん、まあノットというかそれぐらいの厚みで仕上がるような形で全部調整しようと思います。そうですね。はい。じゃあ、これでお願いします。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。決まりましたね。本当そう。よかったです。よかったです。はい。ありがとうございます。だいぶ時間かかりましたね。いや、もう疲れましたね。まあ、スーツがポーズサンプルまでやって、はい、シャツがセカンド。で、ネクタイは、はい、まあ、今日こうやって選べましたけども、はい、まあ、これで一通りコーディネートができると思うので、うん、動画ご覧になっているあのお客様皆様ぜひお店で一回あのお袖通されたけれども結構なんでね、はい、あの着てみていただきたいと思います、はい、でもすでに動画ご覧になったお客様から何件もあのお店にお問い合わせいただいてて、はい、そうですね、予約が取れるような状況に今なってまして、はい、まあ、何件かもう予約をいただいたりしてるんで、はい、まあ、あのご興味あるお客様は一度予約していただいて、はい、あの来ていただくだけでもいいと思いますので、あのぜひお願いしたいと思います。1年あ半年かかったっけ。あ、11月ぐらいからかな。そうですね、うん、ります長かったですね。長かったね、はい、でも結構いいものができたと思う。やっぱりみんな の, あの協力のおかげ で, そうです、ね、すごいいいものができたと思うんで、あの本当あの皆さん期待していてほしいと思います、はい、あの動画のスーツ予約だけしたいんだけど、はい、みたいにおっしゃっていただければ、ね、はい、あのご用意できると思いますね。7月ぐらいの多分入荷になると思いますので、シングル、やっぱ両方とも、はい、シャツもネクタイも、同時に多分入荷すると思いますので、ぜひよろしくお願いします。楽しみです、はい。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。一言ずつなんか、最後、はい。そうですね。うん、いやー、非常にいい体験をさせていただきました。まあ、本当に仕上がりが楽しみで、早く私自身が、もう今回仕上がったものを買いたいっていう、うん、
ワクワク感に駆られてますね。はい、楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、本当に貴重な経験をさせていただきました。はい、まあ、クラシックのスーツ、モードのスーツっていうバランスが非常に難しかったんですけれども、まあ、最後本当に非常に形になってかっこいいものを作れたと思いますので、ぜひお客様にお召しいただきたいと思います。いや、すごいしっかりしてるね。かわいいし。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、予約、はい。まあ、緊張してる。僕もそのお店の方と何かこう一緒に作っていくっていうのは初めてのことだったので、非常に勉強になりましたし、頼もしい2人だなっていうのを改めて思いました。はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。